プロレスのシュート公式戦、プロレスのシュート2022ボリューム3、東京後楽園ホール大会第3試合バンタム級です。2回戦 61.2 キロリミット。さあ連敗のガッツ高と、一方は2年2ヶ月ぶり復帰戦の榎本明、両者の激突、ホーンが鳴りました。お互いに中央へ走り寄ってスタート。さあ前傾姿勢の榎本、蹴りを出していったガッツ、ガッツ高と。さあファーストコンタクトはミドル、ローカーブです。榎本選手は僕、はい、もともとアマチュアシュートで言った時対戦したことあって、はい、同じと時期にプロシュート目指した選手なんですけど、なかなかスピードがあったりして、はい、一発も結構あると思うんですよね。うん、好戦的だよね、結構ね。そうですね。そうですね、結構合わせますね、ちゃんと。まあ、安藤選手が2014年関東のアマシュート選手権で、まあ、優勝して、やはり全日本は、まあ、エントリーせずにプロ昇格ですから、まあ、全日本前のプロ昇格で、はい、まあ、榎本選手は同じ年のその2014年の全日本出場選手、はい、まあ、3位ということで、同じ時期にアマチュアをこのシュートで過ごした選手です。ああ、結構体のサイズ違うように見えますね。そうですね、大きいですね。まあ、榎本の方がプロフィール175センチ、ガッツ高とは上背がありそうに見えますが170センチ、やや見下ろす感じで、まあ、ただ前傾姿勢を取りますから、ただ肩幅ではかなり違って見えます。打撃はなんか差がありそうですね、今見てると。まだ1分半ぐらいですけど、はい、これは榎本の方が分があるというふうに。そうですね。さあそこらへんがどういう、どういう、おーちゃ、いい音が、ね、カーフ、カーフがガッツ選手がちょっと内に入ってるんで、膝、うん、ふくらはぎの裏蹴りやすい姿勢ですよね、これだと。そうですね、膝がいわゆる、まあ、正面ではない、ね、ふくらはぎはよく見える位置にあります。まあ、ガッツ選手がこう打とうとしたら結構拾われてますね、動きを。何してるのかを、来るのかを拾われてるのかな。左から右、かなり、そうですね、安藤選手の通りかなりいいパンチ出しますね。2017年のロンダークリ戦ですか、かなりのインパクト、ナックアウトで敗れるんですが、うん、もうどんどん打って入っていきましたからね、ハードパンチャーに対して。ハイキックを返したガッツですが、この詰め方。さあ榎本が残り2分になろうというところで、これは長谷川選手、もう距離はもう榎本としてはある程度掴めているんですよね。そうですね、まあ、打てば当たるみたいな感じになってますよね、うん、今、はい、ガッツ選手組とか混ぜてもうちょっと近づいた方がいいのかなっていう、うん、さっき言ったみたいに拾われるっていう展開に な,、ね、なり始めてるんで、まあ、タックルのフェイントなんかもあった、左から入っていく。ここは単発でいきました榎本。この後右の返しが来るかもしれません。ちょっと狙ってそうですね。あっと右から左コンビネーション、右からストレート、そして左へとつなぎました榎本。ちょっとこれがアンドセンガッツがあまり反応できてないんですよね。ちょっとプレッシャーかかっ、うん、かけてるのはガッツ君、ちょっとプレッシャーかけ、はい、かかり始めたのかなっていう感じで見えるんですけど、さあそれがどう動いていくのか。残りは間もなく1分に近づいています。さあガードを下ろした榎本、誘っているのかどうだ。左のジャブ返していったガッツですが、右のストレートを左を合わせる、これをかわしています、お互いにかわしています。ロー蹴った、残り1分を切っています。右のストレート、榎本のストレートですよね、右の。ちょっと狙ってるんですかね、はい、合わせんの榎本選手は。誘っているのか。残り3秒を切りました。第1ラウンドです。近づくガッツ詰めます、追う、2、1、左、
さあ手数を増やす、残り15、手数を増やしたガッツ、ガッツ高田ですが、さあ残り時間ほとんどありません。第1ラウンド脱力するように両腕をダラーンと垂らした根本、誘っているのか、さあほとんど時間がないと見ているのか。1ラウンド5分が終わりました。さあ安藤選手、はい、まあ、1ラウンド榎本が結構パンチ当たったかなという感じ、印象は残ったんですが、そうですね、まっすぐのワンツーとか結構、ね、ああちょっと左目の下ね、ガッツが、まあ、右のパンチをもらって左の目の下が少し腫れているようではありますが、いやいやちょっとガッツがその榎本の右のストレートにあまりこう反応ができてないのかなっていうふうにも見えたんですが、どうなんでしょう。そうですね、もうちょい榎本さんはスピードあるんで、はい、ちょっと狙っているのかなって思いました。右を逆に、はい、合わせようと思って。なるほどなるほど。さあそのあたりが晴れも気になりますが、セコンドから策を授けられてガッツ高と2ラウンド耐えられるか。シュートでは4連敗、そして石渡慎太郎さんの引退興行でもありました今年1月の男塾、こちらでも勝利を手にすることはできませんでした。ガッツ高と合わせて5連敗という中です。一方の榎本は2年2ヶ月ぶりの復帰戦、ここまではいい動きを見せています。さあバンタム級2回戦第2ラウンドファイナルに入ります。この5分が勝負。長谷川選手、はい、なんか変えてきますかね、うん、どうですかね。どうなんですかね、セコンドが何言ったかちょっとわからないんで、うん、はい、まあ、ガッツ高田の方は一言二言うなずいてはいたんですが、まあ、変えてくるというか変えられるのかです。打撃でいくならもうちょい呼び込んだ方がいいかもしれないですね、はい、右のストレート、榎本の右のストレートが伸びました。さあ志田の前を蹴ったガッツ高田、榎本は体を振りながら入るチャンスを伺うか。どちらもまだテイクダウンの素振りは見せません、うん、お互い蹴りになった。ちょっと安藤選手変則的な構えをね、榎本が誘っているようにも見えましたが、右ストレート当たります。さあ追ってローのガッツ高と、ハイだけになっていくか。どちらもプレッシャーをかけ続けていて、なんかすごく緊張しますね。私プレッシャーなんかかけられたらもう震えちゃうからすごいなって思います。今プレッシャーかかってます。あ、かかってます。隣で震えてたんですけど。右とお互い右を出し合いました。まあ、これ長谷川選手プレッシャーお互いかけ続けてて、はい、もう手が届きそうな位置ではあるんですよね、これ確かにね。ガッツ選手もうちょい、はい、もうちょい前位置取りした方がいいかなと思う、はい、もしくはもう榎本選手が来るときにもっと引き込むというか、はい、引きつけて打った方が当たるんじゃないかなと。いずれにしてもこれ安藤選手榎本の動き次第ということになるんですかね。ちょっとなんか狙ってる、右狙ってんのかなって入ってくるところにって思うんですけど、はい、サックル来た。あ、逆に榎本がトップ。もったいない。ずっと右は狙ってったよね、1ラウンド中から。もう下から十字で十字だが、これは入って入らないですね、多分。これはダメか。ただ絡めてはいます、絡んではいきますが、場所がちょっと悪いかなっていう、はい、クラッチ相手が倒せるか。いや抜けました、体が出ます。首へのかなり変則的に、それでも腕を取っていこうというガッツ高と、これは安藤選手なかなか決めづらい形ではありますが、そうですね、この形からちょっと決めるのは難しいと思うんですけど、はい、ここの展開でどっちが制するかっていうのがこのゲームのポイントになりそうですね、はい、これは榎本は今トップ取れそうなんで、腕さえ抜けばトップですよね。そうですね、殴るところまでしっかり、はい、いければ大きいです、はい。一方のガッツはこれは形は悪いのですが、プレッシャーはある程度かかっています。
さあどうする。まあ、両足のふくらはぎとすねで挟んでいるようではあるんですが、これはもうさあ上が殴られる。もう一度組み替えられるかどうか。あ、ちょっと流血しているのはガッツ高田の方でしょう。左目尻か目のあたり鮮血が見えましたが、さあ上からがぶっていく榎本、これは立たせない。これ安藤選手立たせたくないんでしょうね。そうですね。ここでお、さあ肘えぐるように肘離れるか。際お戻した。なんとか立ちましたね。これガッツが出てきました。さあ残り50秒、1分は切っています。入ってもう一度タックルはガッツ見られたか。さあアタックをかけますが残り40秒。さあ下から拳をあてがいます。もうちょい早くタックル行く展開見たかったですね。そこですよね。そうですね。1ラウンドでも良かったのかもしれないんですが、さあちょっと流血も見えるガッツ高人、榎本残り20秒。さあここは打ち合いになるか。榎本が右を伸ばす、足を止めてからタックルだ。ガッツがタックル残り10秒。すごいガッツ選手のメンタルがすごい強いなって、すごいめっちゃリスペクトしてます。エール送ってます。結構安藤選手この時間帯厳しいんですよね、体力的にも。めちゃめちゃ頑張ってます。さあ頑張りました。果敢にタックルを狙いましたが取り切れなかったかガッツ高人。さあ勝負は判定になります。1ラウンドの安藤選手、榎本のヒットポイントはかなり印象として残ったんですが、はい、2ラウンドはこのガッツ高人がタックルを取りに行こうという展開の中でジャッジがどう見るか、2ラウンドですよね。そうですね、これちょっと難しいですね。そうですね、難しくなりますね。2ラウンドは特に難しくなります、はい、さあ2年ぶりという榎本明、2年2ヶ月の時間が過ぎました。一方連敗の中からなんとか光明を見出したいガッツ高人。さあ結果です。どうも榎本の構成をジャッジは評価しました。お聞きいただいた通り20対18、3人のジャッジ全てが榎本を支持しまして、判定2対0でガッツ高人を下しました。さあ安藤選手、まあ、2年2ヶ月という、まあ、同じ時期にアマチュアで戦った選手の榎本がなんとか復帰戦で勝利ということになりましたが、いかがですか。ちょっとブランク感じさせない感じがしましたね。あの打撃の動きもね、決してそんな時間があった、あの空いたとは思えないような感じでありました、はい、約2年ぶりの復帰戦勝利をいただきたいと思います。こんにちは、山田人に高校3年の榎本と申します。前の試合で西が打球して、その後に前日が切れて、その後大変練習生の人が大変に切れてなんか手術切れて7回ぐらいあの試合の打球だけではなかったようなんですね、時間がかかったのはね。本人の口からもありましたが、まあ、それでも安藤選手もね、かつて怪我を抱えたこともありましたけど、帰ってこれた、勝利ができたっていうのは良かったですね。そうですね。さあようやく安心してほっとしたような笑顔も見せました榎本明。今日はバンタム級2回戦で戦って判定3対0の嬉しい復帰の勝利です。